はい、こんにちは。RWS トリブル塾代表の森上です。はい、今回もね、サムネイル見てもらったら、わかると思うんですけども、保護者の〇〇〇〇が大事ってことなんですけども、これね、お父さんお母さんの結論、メンタルが大事ってことですね。メンタル。で、これお父さんお母さんのメンタル。ズバリ、これ簡単に言うと、例えばなんですけど、これも、この前元 J リーガー、ね、RWS トリブル塾の、京都滋賀のゆうたコーチと、まあ、インスタライブやってて、これゆうたコーチも言ってたんですけども、やっぱりだからゆうたコーチも小学校の時からもうとにかくドリブルだったらしいんですよ。ドリブルで、もう僕もそうでしたけど、やっぱり自分も監督、選手に言われるじゃん、ボール持ちすぎじゃんとか言われるけど、やっぱりなんかお父さんお母さんも言われない。はい、なんかわかる。なんかお前んとこでいつもボールコネコネして取られるなとか、コネコネするなとか言われるじゃん、周りの保護者とかからも。でもそこをお父さんお母さんが子供に、そうだよ、もっと頼まない、早くしなよとか、もっとこういうプレーしなよとかって言っちゃうとダメなんですよね。じゃなくてお父さんお母さんがここで強い意志を持って、いや、うちの息子はドリブルやりたいって言ってるんだからやらせてあげよう、逆に取られた時に、じゃあここでパスだよ、判断だよ、認知だよ、じゃなくて、もちろん大事なの。サッカーはそんなことは大事。でもそれは中学校、高校行ったら絶対学べる。だから今の小学生の時は、そこで取られないように、じゃあ毎日の地道な練習、技術の練習、そこから逃げちゃいけない。今、相馬コーチと組コーチめっちゃうなずいてたから。これどう思います？めっちゃうなずいてる。わかるでしょ？レオコーチどう思います？いや、でも本当にそうです。ただ、やっぱり、保護者の方も周りの保護者だったり、例えばチームのコーチ監督に言われてることが、なんか言い方悪いかもしれないですけど恥ずかしいじゃないですけど、 それでやっぱ変えちゃいけないなっていう、やっぱ子供がやりたいと思ったことを尊重するべきだし、そう、なんかそれでね、なんかこうちょっとやりなんか、まあ、恥ずかしいとかそういうふうに思っちゃって違う路線の方行っちゃうんだけど、でもやっぱさ、こうどんな業界においてもそうだと思うんだけど、変なやつが勝つのよね、結局。だからその、じゃあそういう風に言われても、ゆうたこっちのお父さんなんかは、いや、お前関係ねえよって。で、なんかそのパスとかダイレクトでなんかこうセンタリングとかしたら、お前なんなんのあのプレーみたいなっていうのを逆に言われるみたいな。ビビってんだよみたいな、やりたいことやるよみたいな。だからやっぱゆうたこっちはだからプロになれたって言ってましたもん、本当に。で、取られたらもうひたすらその後家帰って、もうシザースの練習とにかくやったって。だからブレたらダメなんですよね、強い心を持って。でもこれが小学校の学校生活とかだったらみんなで合わせなくちゃいけないけど、やっぱりサッカーっていうスポーツになったら、やっぱそこは自分の色っていうのを出さなくちゃいけない。逆にこれがドリブルじゃなくても一緒なんですよ。パスが武器っていう選手だったら、逆にドリブルで仕掛けろって言ってもとにかくスルーパスするとか、とにかくパス出すっていうことなんですよ。ドリブルだけじゃないんですよ、これは。それをこう子供が言われても、子供もブレないメンタル持つも大事だし、お父さんお母さんがブレない心を持つのも大事っていう。お父さんお母さんがブレなければ、それは子供にも影響するんで、子供もブレないっていうことだと思うんですよね。で、これすごくブレないってちょっと話したいんですけど、これマジで聞いてほしいんですけど、まあ UFC ってそのままこっち分かります、はい、格闘技のもう世界の、そうそうの大会なんですけど、まあそこにこうとある女子の大会で寝技がめちゃくちゃ強い選手が出るんですよ。で、まあこう投げて、でも1回戦目で UFC の投げて腕十字で勝つみたいな。でも3回4回ってこう投げてマウント取ってボコボコ投げて腕十字勝ってくださいね。でもお金も手に入れて、でアパレルなんか始めちゃって、でなんかこうなんかいろいろ始めちゃうんですよ。で、今度 UFC 側考えたのが、寝技が強いから対戦相手に打撃が強い選手を持ってくるんですよ。で、打撃の強い選手試合しますっていう前に、その寝技の選手が打撃を習っちゃうんですよね。初めてトレーナーつけて。そしたらなんと13秒 KO 負けです。打撃で。要はこれブレたからじゃないですか。打撃の方に。だからイコール、すべてにおいて大事なことはブレないってことなんですよね。だからこれを、その動画で、この動画で伝えたかったです。どうですか、その、この話は。いや、極めるって大事だと思いますね。うん。極めるこそ、最強だし、そのためにお父さんお母さんのメンタル、そして子供のメンタル、やっぱ結局メンタルが大事だよっていう、ブレない心を持つことがね、うん、っていうことをなんかすごく伝えたかったですね。情報社会ですからね。そう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 、それが惑わす原因の一つでもあるし、うん、だからパスでもシュートでもドリブルでも何でもいいけど、何か一個武器を身につけたと思ったら、それをブレずに極めてくださいっていうことを伝えたかったです。はい、
でやっぱりそういう風にブレちゃう時あると思うんで、さらにこういう動画見たりとか、もう一回冷静になって考えてみて、やってみてほしいなというふうに思います。はい、で今回動画編集してもらったのが、愛知岐阜の、獣医コーチの方をやります。まあイケメンですから彼は。この前獣医コーチのインスタで右サイドからカットインしてってのシュート、うまかったっすね。あれはすごいな、こうパス出すのかな、出すのかな、出すのかなって、薬指小指の細かいタッチしてってからだとドンって感じだったんですけどね、素晴らしいなと思います。でまあ獣医コーチのスクールもね、無料体験できますんで、概要欄の方に獣医コーチのインスタグラム書いてありますんで、もしくは愛知岐阜の公式 LINE の方から、お問い合わせいただければいいなというふうに思います。また、次の動画でお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。